意味セレモニーなのね。本当に私は意味2.6 共謀罪法廃止、秘密保護法廃止、12.6、4.6を忘れない6日行動に大変寒い中お集まりいただきましてありがとうございます。これから国会前行動を始めたいと思います。私本日の司会進行を務めます共謀罪の実行委員会呼びかけ団体の一つ、日本マスコミ文化情報労組会議事務局長、民放労連出身の岩崎忠明と申します。よろしくお願いいたします。寒さ同様、私たちを取り巻く状況にも非常に厳しいものがありますけれども、東京にいる私たちこそが真実の声を元気よく上げていきましょう。それでは最初に、あ、ごめんなさいコールを国民救援会の岸田さんからお願いいたします。お忙しい中、また寒い中お集まりご苦労様です。元気にコールを上げていきたいと思います。よし、共謀罪は絶対廃止、共謀罪は絶対廃止、思想の自由を抑圧するな、思想の自由を抑圧するな、市民監視の法律いらない、市民監視の法律いらない、言論封じの共謀罪いらない、言論封じの共謀罪いらない、憲法違反の共謀罪憲法違反の共謀罪いらない、テロ対策と嘘をつくな、テロ対策と嘘をつくな、治安維持法復活反対、治安維持法復活反対、戦争法と一体の共謀罪は絶対廃止、戦争法と一体の共謀罪は絶対廃止、秘密保護法絶対廃止、絶対廃止、取材報道の自由を守ろう、国連の勧告実施せよ、情報公開法改正しよう、情報公開法改正しよう、森友疑惑徹底追及、森友疑惑徹底追及、加計疑惑も徹底追及、疑惑の一兵許さない、国家の私物化許さない、安倍急増会見絶対反対、憲法を生かせ、戦争法絶対廃止、みんな政治を変えよう、みんなの力で政治を変えよう、みんなの力で政治を変えよう、精一杯頑張りましょう。ありがとうございました。本日のこの集会は、共謀罪の実行委員会と秘密保護法廃止へ実行委員会の共催です。それでは主催者を代表しまして、共謀罪の実行委員会から海藤雄一さんにご挨拶いただきます。共謀罪の実行委員会の海藤でございます。今日は寒い中、これだけたくさんの皆さんが国会前に集まってくださって、国会議員の先生方も来られています。今日の、この趣旨は共謀罪と、そして秘密保護法ですね。秘密保護法が制定されたのが12月6日で、衆議院でこの共謀罪が可決されたのが4月6日だったということで、6の日行動っていうのをずっとやってるわけなんですけれども、それに合わせて今日は共謀罪の廃止署名を国会に提出するということで、合計でですね、約26万筆の、非常に多い数字だと思いますが、それだけの、署名が集まりました。でこれを、今日これから受け取っていただこうという手はずになっております。そして、今日ここでこういう形で、国会前集会やるんですけれども、このあとですね、院内でも集会が予定されておりまして、1時半からですね、衆議院第二議員会館の第4会議室で、国会議員の先生方にもまた来ていただきますが、森友家計情報隠しを許さない、公文書管理法の改正と情報公開法の改正を求める集会というのを、これを秘密保護法廃止実行委員会と共謀罪の実行委員会の共催でやる予定にしております。
で実はですね、やっぱりそのだんだん共謀罪の運動と秘密保護法の運動が一体化してきている、まあ、同じ人がやってるという面もあるんですけれども課題が似てるということでですね、もう完全に一体化していこうという思考が強まってきている、まあ、これは僕は ある意味必然性があると思っています。必然性があると思っています。というのは戦前で言いますとですね、秘密保護法に対応したのは軍機保護法でしたね。そして、共謀罪に対応してたのが治安維持法だと思うんですけれども、軍機保護法と、治安維持法は同じ人が施行していました。特高警察です。特高警察はその軍機保護法と治安維持法を車の両輪として日本の、表現の自由と民主主義を圧殺した、まあ、まさに秘密警察だったわけですけれども、そしてポツダム宣言によって秘密警察の廃止ということが命じられて特高警察が解体されたわけですね。それがまさに今公安警察という形で復活してきていて、安倍政権の下でまず秘密保護法ができ、そして共謀罪が制定された。その両方を推進したのが内閣情報官の北村茂氏でございます。この人は公安の出身の方です。そういう意味でですね、我々のこの活動というのは公安警察の活動というものをどうやって市民が監視して民主主義が窒息させられてしまうような、そういう世の中を防ぐのかという、まあ、そういう意味で、共謀罪の廃止と、秘密保護法の廃止という活動は実は一体の課題として取り組みうるんだということがですね、非常にはっきりしてきているのだろうと思います。で実を言いますと、私が関与しております日弁連にですね、今まで、秘密保護法対策本部と、共謀罪本部という2つ本部があって、僕は両方とも副本部長をやってるんですけれども、実はこの本部がですね、今年の6月めでたく合体することになりました。秘密保護法共謀罪対策本部というのができることになっているんですけれども、まあ、まだ一体化はされていないんですが、今月の、16日ですね、夜ですけれども、公安警察を監視するためのシンポジウムというのを、共催で催すことになっております。これ非常に僕は注目されると思うんですけれども、まあ、警察の実態に大変詳しい方々をですね、お呼びして、論点を煮詰めていきたいなと思っています。まあ、この間の我々の活動を思い返してみると、共謀罪の反対運動の中でですね、金立さんという方と出会いました。この方はプライバシーの権利の、特別報告者ということですけれども、そして秘密保護法の反対運動の中でデビッド・Kさんという方とお会いしました。この方は表現の自由、まあ、表現の自由とプライバシーというのは実は非常に密接な関係があると思うんですけれども、この2人の国連の専門家の方々が、日本がですね、表現の自由とプライバシーの権利の危機に瀕している、そういう社会になってきているんだという警鐘を鳴らしてくれているわけですね。そして、秘密保護法については、自由権規約委員会からも明確な勧告がなされている。そして実は共謀罪についても次のですね、2019年に行われる自由権規約委員会の審査の中では、この共謀罪問題も取り上げるということがはっきり、昨年出されているリストオブイシュー、まあ、問題点という、まあ、そういう文書を採択されているんですが、その中で共謀罪の問題が取り上げられました。そういう意味では国連の場においてもですね、日本の民主主義が非常に危機に瀕しているのではないか、表現の自由が危機に瀕しているのではないかという、そういう文脈でこの共謀罪と秘密保護法の問題を一体で捉えていこうという、そういう考え方が強まってきているのだというふうに思います。我々の その活動、まあ、今日もそんなに多いとは言えませんけれども、これだけの方々が参加してくださっていることを本当に心強く思いますし、我々のこの取り組みはですね、世界が支持してくれているんだと、国連が支持してくれているんだということにですね、確信を持って進めていくべきではないかというふうに思います。なんとかこの安倍政権を打ち倒して、次の政権を作って、その下で秘密保護法と共謀罪、そして戦争法も合わせてですね、廃止していく、憲法改悪なんか蹴飛ばしていくと、まあ、そういう意気込みを持って今日もこの、国会の前の集会を行っていきたいと思います。簡単ですけれども、主催者を代表しての、1番目のご挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。お忙しい中駆けつけていただきました国会議員の皆さんに順にご挨拶をいただきます。到着順で一番最初に、民進党から、前山雄一参議院です。前山さん、よろしくお願いします。どうも皆さん、ご苦労様です。民進党の参議院議員、前山雄一です。だいぶまだ立春過ぎてもですね、寒いしインフルエンザも流行っています。どうぞ気をつけてお過ごしいただきたいと思います。この共謀罪、私は
この国会内で国共防罪っていうとですね、与党の人が必ず訂正させられるんです。テロ等準備罪と言えって言われるんですね。もうそういう戦いから今始まってます。私参議院ですけれども、参議院242人議員がいます。与党が150人いるんです。もう本当に圧倒的に強い中で私たち今通常国会戦っています。私は今も、法務委員会の理事を務めておりますけれども、本当にあの去年の強行採決は忘れられません。しかも衆議院から送られてきて、私たち参議院の法務委員会で本格的にこの共謀罪を審議しよう、そう言っているにもかかわらず、突然中間報告という形で参議院本会議にかけてしまい、成立させてしまいました。もう今でも私は本当に悔しくて悔しくてしょうがありません。この共謀罪何としても廃止に追い込みたい、その気持ちは今日ここにいらっしゃる皆さんと全く同じです。これからも全力でやっていきたいと思っています。特に私はマスコミの出身、現場で記者として働いていました。表現の自由、ものを自由に言えることがどれだけ大事か、これをもう本当に身をもって感じています。個人情報保護法の時から私はその表現の自由という戦いをしてきました。この共謀罪の一番私は危険なところ、それはあの金田法務大臣も思わず漏らした隠れ身のですよね、隠れ身のということがあるかもしれない。こんなことを言ったらもう本当にこの今ここに書いてありますけれども、話し合うことが罪になる、2人以上がちょっと何か集まっただけで隠れ身のじゃないか、そんなことを疑いをかけられる、これが共謀罪の私は本質だというふうに思っています。何としてもこの共謀罪廃案に皆さんと一緒に追い込みましょう。今野党民進党、今日あの立憲民主党の仲間も来てくれておりますけれども、ちょっといろいろ皆さんにはご迷惑をおかけしているところもある、もう本当に申し訳ないと思いますが、でもこうした大きな私たち国民的なテーマ、誰もが思っていること、これについては力を合わせて反対の声を大きく上げていきたい、そう思っております。これからも一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。前山さんありがとうございました。続きまして、立憲民主党から有田芳生参議院です。なおあの立憲民主党からは早稲田由紀衆議院議員もお見えでしたけども、あの冒頭ですいませんがお帰りだと言われてご紹介が遅れて大変失礼しました。それでは有田さんどうぞよろしく。立憲民主党の有田芳生です。寒い中お疲れ様です。私はまず皆さんの持続する志に心から敬意をお伝えさせていただきます。共にこれからも頑張って戦ってまいりましょう。皆さん、共謀罪、この問題にどう対処していくのか、まず第一に大切なことは、共謀罪を現実に適用させないことです。今から23年前の3月20日に、地下鉄サリン事件が起きました。オウム真理教による犯罪でしたけれども、当時、日本全体で、政府を率先してオウム真理教に破防法を適用しよう、そういう動きがありました。しかし日弁連含め私もそうでしたけれども、世論の力でオウム真理教に破防法を適用させることは食い止めることができました。それと同じように権力が私たちに向かって共謀罪を適用しようという動きがあるならば、双葉の段階でそれを断ち切って絶対に適用させないという世論と運動をみんなで作っていこうではありませんか。そして2番目に大切なことは、先ほど海戸弁護士からもお話がありましたけれども、国連の専門家たちはこの共謀罪秘密保護法を絶対に許してはいけないという立場で、そういう法律ができたからには捜査機関を
徹底的に監視をしていく第三者機関を作ろうという提案をしておりますけれども、日弁連含めて私たちもそういう第三者による徹底した捜査機関を監視するそういう組織を作るための世論と運動を今年は高々と旗を掲げて実現のために進んでいこうではありませんか。そして第三に、革新的に一番重要なのは共謀罪、秘密保護法、そして安保法制を廃止するための私たちの新しい政府を作ることです。そのためにも皆さん、この2018年とても大事な1年になります。来年の夏には必ず行われる参議院選挙で野党が統一して参議院でねじれ状態を作ろうではありませんか。残念な結果になりましたけれども、2009年に政権交代が実現をいたしました。その2年前に参議院で野党が勝利をしてねじれ状態ができた、そのエネルギーが2年後の政権交代につながったということは残念な結果になりましたけれども、しかし政権交代への道筋はそのように明らかなんです。だから繰り返しますが、来年の参議院選挙で必ず野党の統一した力で与党を上回る議席を私たちが作り上げて、いずれその後にやってくる衆議院選挙で私たちの新しい政府を作り、そして共謀罪安保法案、秘密保護法を廃止する、そういう大きな力を一緒に作っていこうではありませんか。そのためにも今年の2018年の私たちの取り組みは非常に重要なものがあります。地道に仲間と手を携えて輪を広げて新しい日本一緒に作るため、立憲民主党もその先頭に立って戦っていくことを誓い申し上げまして、ご挨拶に変えさせていただきます。共に頑張りましょう。有田さん、ありがとうございました。では続きまして、日本共産党から、畑野君恵衆議院議員です。よろしくお願いします。国会前でお集まりの皆さん、こんにちは。日本共産党衆議院議員の畑野君恵です。共謀罪法を許さないと、私もさっきの国会で法務委員としてご一緒に皆さんと戦ってまいりました。思い起こせば2013年12月6日に秘密保護法が強行されました。私その時まだ国会におりませんでしたけれども、ジャーナリストを目指している学生が報道の自由を奪われる、自分が目指す仕事が侵される、絶対許せないと地元で一緒にコールをしてきたことを思い出します。お話がありましたように、国民が知る権利を奪う、報道の自由を抑制する、まさに皆さん防衛や外交などアメリカと一体になって日本が戦争する国づくりを進めよう、その先駆けとされてきたのが秘密保護法ですから、これはもう廃止する以外にありません。私たち野党揃ってその後廃止法案を出してまいりました。そして昨年の共謀罪、花見か犯行の下見か区別もできない金田法務大臣の答弁、粉砕ものです。しかし衆議院では委員会の審議を断ち切って強行採決し、参議院ではその委員会の審議まで召し上げて本会議での中間報告という、これも法律そのものが成り立っていない、こういう状況じゃありませんか。これぐらい国の内外で大きな懸念と批判の声が上がった法律です。そして
昨年の年末、総選挙の後の特別国会でまた野党結束しまして、今度は共謀罪廃止法案を出しました。昨年の12月6日です。また12月6日が回ってきて、私たち毎月6日を忘れないと頑張っている、その皆さんの行動がこうやって野党、民進党、立憲民主党、社民党、そして私たち日本共産党と、漏れはないということでということですね、戦っております。これも絶対ですね、共謀罪廃止をさせようじゃありませんか。現在の治安情報なんか絶対許さない、その声をご一緒に上げてまいりましょう。戦後70数年間、私たち日本が戦争をしてこなかった、その最大の力は民主主義、平和主義、そして基本的人権、これをまさに憲法に基づいて産まずたゆまず進めてきた国民市民の運動があると思います。沖縄の結果残念でしたけれども、でも選挙の出口調査で6割の市民は辺野古の新基地建設反対って言った。勝利したという相手陣営はこの基地問題一切語らず、その候補者は討論会に一切拒否して出てこなかった。与党の国会議員は沖縄に行って、もう基地はいいじゃないか、これからは経済振興だと言った。しかし皆さん、沖縄の長野市民の声は6割が基地許さないって言って、そして昨日どうですか、佐賀県で自衛隊ヘリの民家への墜落炎上事故、一人が亡くなり一人が行方不明という事態、小学生の女の子は怪我をすると、本当にどれだけ怖かったか。こういう基地をなくさない限り経済振興はないんだと、これが沖縄の声じゃありませんか。この沖縄の皆さんとも連帯をしながら、国民が知る権利をしっかり守る、そして国民の内心の自由、プライバシーをしっかり保障する、そのためにご一緒に頑張る決意を申し上げまして、日本共産党代表者の連帯のご挨拶とさせていただきます。頑張りましょう。ありがとうございました。畑野さん、ありがとうございました。今立憲民主党の松田勲衆議院議員が到着されましたので、名前だけご紹介させていただきます。ありがとうございます。それでは、国会議員の皆さんからのご発言を最後に、社会民主党の福島瑞穂参議院によろしくお願いします。どうも皆さん、寒い中本当にありがとうございます。社民党参議院議員福島瑞穂です。毎月毎月こうやって秘密保護法反対、共謀罪反対、大きな声を上げてやっぱりこれを廃止していく、そのことを国会の中で内外で確認して実現をしていきましょう。今も話がありました、情報は民主主義の通貨です。民主主義のためには情報、国民の知る権利が保障されなければなりません。でも秘密保護法ができて、これを本当に作動させない、そして情報はとにかく公開させていく、そのことを一緒にやっていきたいというふうに思います。そして共謀罪です。共謀罪廃止法案、この間、特別国会で、野党で衆議院で、立憲民主の皆さんたちもそういう努力してくださって、野党で、立憲民主、社民、共産、自由も入ってたんですよね、みんなで、廃止法案を出しました。それは、無所属の会、すいません、無所属の会も一緒に出しました。野党で出したんですね。やはり共謀罪は廃止しかない、共謀罪廃止法案、しつこく廃止法案出していくぞ、皆さんどうですか。野党で力を合わせてしつこく廃止されるまで廃止法案出して、共謀罪は廃止しかない、そのことを実現をしていきましょう。そしてこの廃止法案出すぞ、私たちはこんなの認めないぞということで、共謀罪の適用もさせたくないんですね。共謀罪の適用させてはなりません。先ほどもありましたが、共謀罪出る前は法務大臣はまだ閣議決定して出してないから答えないって言いました。じゃあ閣議決定して国会に提出したらどうでしょうか。
法務大臣が答弁しようとすると総理大臣と副大臣が両方から抑える、これが国会での答弁でした。閣議前も閣議後も答えないじゃないですか。参議院の審議時間17時間50分しかやらなかったんですよ。これで採決、あの本会議採決中間報告でやる、こんな共謀罪もう成り立ちも成立もそして中身も廃止しかありません。名護市長選で稲嶺進さんが当選できなくて本当に悔しいです。でも先ほど畑野君恵さんからもありましたが、辺野古をわざと争点にしなかったんです。私たちは辺野古の新基地建設反対、その声を大きく上げていきましょう。この安倍内閣は人々が諦める、元気がなくなる、巨大な権力にひれ伏すしかないかもと心の中に忍び込ませる、権力の言うことを聞け、これが安倍内閣だと思います。だったら私たちは共謀罪の反対って言うと変ですね、連帯をしてつながって、この横暴な権力をやめさせる、そのことを一日も早くやっていきましょう。一緒に頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございました。ところが沖縄の風からはですね、ちょっと本日会議のために参加できないというご連絡をいただきました。それでは今ご挨拶をいただきました、4人の国会議員の皆さんに、本日まで、集まりました共謀罪廃止の統一署名の提出をさせていただきたいと思います。署名は、本2月6日現在で25万9798です。よろしくお願いします。ありがとうございます。頑張ります。みんなで頑張ります。ぜひ国会での審議に生かしていただきますようよろしくお願いいたします。市民団体から、連帯のスピーチをいただきます。総係行動実行委員会の高田健さん、よろしくお願いいたします。こんにちは。寒い中お疲れ様です。共謀罪絶対に廃止、そうした目的を持って今日たくさんの仲間がここに集まってきました。そして25万を超す署名も私たちは本日国会に届けようとしています。何人もの方がすでに発言をしていますように、この共謀罪の企て、安倍内閣が作ってきたこの共謀罪がまさに戦争する国づくり、戦争、東アジアのこの緊張に対して安倍内閣がどういう対処をしようとしているか、そのことが非常に明確な動きだと思います。私たちはこの共謀罪を絶対に廃止させ、そして戦争するそうした国づくりを許さない、その戦いを全力を挙げて進める必要があると思っています。とりわけ今朝鮮半島で非常に戦争の危機が進んでいます。しかしながらこの平昌オリンピックの動きに見られますように、韓国の人々はこの朝鮮半島の危機を何としても平和的な方向で打開しようとして今懸命に頑張っていると思います。日本のメディアの一部はこの韓国の人々の平昌オリンピックの努力をあれこれ揶揄することによって、この朝鮮半島の危機を本当に打開していこうという動きに対して水をかけている。私は非常に腹が立っています。韓国の人々はあのロウソク革命の中でパク・クネ政権を打倒することを通じて朝鮮半島の平和を自らの力で実現する道を今切り開いているのだと思います。私たちはこの日本においてさまざまな困難はありますけれども、韓国の民衆の戦いに学びながら、この共謀罪あるいは戦争法、憲法改悪、こうした課題を戦っていかなければならないと思います。
多分初めてご報告することになるかと思いますけれども、3月の13日には日本の総がかり行動実行委員会と韓国のろうそく闘争を戦ってきた主権者国民会議の共催でソウルでアジアの平和のためのシンポジウムを開催します。パラリンピックの最中ですけれども、私たち日本の市民は朝鮮半島の戦争の危機を絶対に避ける、何としても平和的な解決を図る、そうした志を持って韓国の人々と一緒のシンポジウムを開こうと思っています。総がかり行動実行委員会は今3000万署名、安倍首相会見を阻止するための3000万署名に全国の皆さんと一緒に全力を挙げている最中ですけれども、この安倍首相会見を阻止する朝鮮半島の戦争の危機を何としても平和的に解決する、そして共謀罪、秘密法を廃止していく、そうした戦いを一緒の戦いとして、そして当面の終点は安倍政権を打倒する、政治を変えることによってこれらの解決を図る、そうした方向で全力を挙げて頑張ろうと思います。寒い中集まられた皆さんに心からの連帯のご挨拶を送ります。お疲れ様です。田中さん、ありがとうございました。それではここでもう一回コールをやっていきたいと思います。岸田さん、お願いいたします。日陰になってしまいました。ですが私たちは日陰者ではありません。元気出して声を上げていきたいと思います。よし、共謀罪は絶対廃止。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 思想の自由を抑圧するな。思想の自由を抑圧するな。市民監視の法律いらない。市民監視の法律いらない。言論封じの共謀罪いらない。言論封じの共謀罪いらない。テロ対策と嘘をつくな。テロ対策と嘘をつくな。治安維持法復活反対。治安維持法復活反対。秘密保護法絶対廃止。秘密保護法絶対廃止。取材報道の自由守ろう。取材報道の自由を守ろう。公文書管理法改正しよう。公文書管理法改正しよう。岸田さん、ありがとうございました。それでは、続けて、市民団体からの発言をいただきます。盗聴法に反対する市民連絡会、中森さん、はい、よろしくお願いいたします。こんにちは、皆さん。今日は盗聴法に反対する市民連絡会です。まあ、秘密保護法からずっとやってますけれど、私たちが心配してたように、秘密保護法によって国の情報が私たちのところに届かない、そういう事態が招くということで、私たちは本当に秘密保護法を反対してきました。でその後で戦争法ができ、そして共謀罪というふうになっています。で今私神奈川県横浜市に住んでて、まあ、基地県でもあるわけですよね、神奈川は。で私自身は池子、米軍住宅追加建設にずっと反対してるわけですけど、ここは今の状態で止まったままです。
本来ならもう立っていなきゃいけないその米軍住宅なんですね。まあ、日本政府というか防衛省の、計画によると、まあ、でも、まあ、ずっと私たちも地元で反対してきました。で一番はやっぱり横須賀基地だというふうに思います。で原子力空母が、ジョージ・ワシントンからロナルド・レーガンに代わりということで、本当に基地の強化というか、そういったものがこの自衛隊との一体化になって進んでるなというのを本当に実感しています。で私地元でも、まあ、ファイト神奈川というところで、新倉さんとか木本さんとか、厚木基地を考えるの皆さんで横須賀横須賀の基地の皆さんと一緒に活動してるんですけれど、その中で言うとやはりその自衛隊とその米軍の非常にその、訓練合同訓練というものが、活発化してきてるんですよね。強化されてきてるというか、それはあまり戦争法によってそういう風になってきてるんですけど、それ一番恐れていたその秘密保護法なんですけれど、自衛隊がどんなその米軍との合同訓練をやってるのかっていうのが全く明らかになっていないっていうのがやっぱり一番の問題ではないかというふうに、こうファイト神奈川の皆さんとも話しています。今何をやっているのか、どういった武器をまあ使ってやっているのか、どこでどういう訓練をしているのかなどが全くこう知らされてない状態。私たちが本来知らなきゃいけない秘密保護法ってことは、私たちは情報が隠される、それで都合のいいものを出してこないと言った通りのことが今行われています。で出雲を空母にしようという話もあり、そしてまたアメリカでは核兵器の使用というのか、そういったことをトランプ首相が認めるような事態までなり、それを安倍政権は反対するどころか、まあそれもありみたいなことを言っている。そんな状態の中で私たちはやはりこの今の現実をやっぱり見つめながら何ができるかというところ、やっぱり声をまあ上げていくしかないとは思うんですけれど、そういった事態も考えながら、この秘密護法を私たちにとって何か、共謀罪ができたらどういう事態になるのか、戦争法になったら本当にどうなるのかということを一つ一つやっぱり日常生活の中でこう検証というか、自分にどう関わってくるかということを考えながらやっぱりやっていかなきゃいけないなというふうに感じています。で、まあ、東京でも行われましたけど、神奈川でも J アラート訓練、国民保護サイレンっていうんですか、それが1月の30日31日に行われました。で神奈川県のホームページ見ても、そこでは要はその、まあ、ミサイルということは一言も使っていない、そういう非常事態に起きた時のための訓練というふうにしか考えてない。これは防災訓練ならわかるんですけれど、非常事態のそういった訓練はなんで今やらなきゃいけないのか、そのやるべきその訓練の様子も示さないまま、そういったことをただその危険というのか、そういったことをその根底にあるのは絶対北朝鮮とミサイルってことは誰もが分かってるんですけれど、そういったことを口にしないでままやるっていうこの事態で、ある学校ではやはりそういうふうに訓練が行われたというふうに聞いています。でも学校自体でそういうことを行われるということは、非常にこれはもう本当に戦時体制を想定した訓練でしかないなというふうに思っています。で神奈川ではやはり皆さんで集まって実行委員会を組んで県庁包囲行動なんかもやりました。やはり私たちはいたずらに危険を煽るそういうやり方、本来なら自治体としてそういった政府のやり方はおかしいというふうに逆に政府に物申さなきゃいけないのに、その通りのことをやってしまう今のこの自治体のやり方ということもやっぱり問題にしなきゃいけないなというふうに思っています。まあ、いろんな人権を縛られる私たちの思想もそうですけれど、そういった事態が本当に今起きているこの現実をなんとか跳ね返していきたいと思います。どうもありがとうございました。高森さん、ありがとうございました。では続いて、市民団体秘密保護法を考える、川崎市民の会からのご発言をお願いいたします。こんにちは。川崎の秘密保護法を考える川崎市民の会といいます。すいません、風邪をひいているもんですから聞き苦しくてすいません、短めに今日一つのことだけ言います。昨日参議院の、議員会館行動で、いわゆる朝鮮半島のことについて
伊藤さんというジャーナリストの方が映像を交えて話をされました。これ直接に秘密保護法ではないんですけれども、朝鮮戦争の映画を見ました。それからプエブロ号というアメリカのスパイ船が1978年か80何年かですけれども捕まった、その映像も見ました。おそらくいずれも日本で初めて公開されたような映画だと思います。朝鮮戦争で特に半島南部は日本のいわゆる敗戦の時以上に数倍の爆弾を空から浴びるようなとんでもない衝動化に被害を受けて、そしてその中から立ち上がった国です。それからその後もそのようないわゆるプエブロ号、プエブロ号だとかいう、スパイ船が進行してくるというようなことがありました。それから、核危機も何度もありました。こういう中で朝鮮民主主義人民共和国、いわゆる共和国はいつこの国をアメリカが滅ぼすかわからない、こういうことをもうこの70何年経験してきたわけですね。いう中で自衛というものの、まあこれはこれが良い選択かどうか議論があるでしょうけれども、防衛を目的とする核抑止力ということの中でやってきたんだということを分かりました。これは意図的に言うかどうかは知りませんけれども、朝鮮戦争の実態であるとか、その後のこの朝鮮半島の実態を私たちがどれだけ知っているかどうか、そういうことを報道されているのかということを改めて私は本当に問題だなというふうに思いました。まあ今のマスコミが全てそうだとは言いませんけれども、事実というものをどういう観点で見るのかということは、これはやっぱり社会的な問題に対して私たちも心してそういう真実を見極める目を持ちたいなというふうに思います。今日はちょっとこの風で、これ以上話すとちょっと苦しいもんですから、秘密保護法については私たちは秘密保護法の時にこの市民の会を川崎で結成して今でも活動を続けています。これからも皆さんと一緒に戦っていきたいと思います。共に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ここで立憲民主党の政調会長代理の大阪誠二衆議院議員からこの集会にメッセージをいただいてますので私が代読をさせていただきます。 2.6 共謀罪法廃止秘密保護法廃止 12.6 4.6 忘れない6日行動の開催にあたり、本日議員会館前にお集まりの皆様大変ご苦労様でございます。日頃より私を大阪政治の議員活動に対し皆様の特段のご支援とご協力を賜りお礼申し上げます。共謀罪法秘密保護法の廃止を求める皆様の一人一人の声をしっかりと受け止めさせていただき、私大阪政治はお集まりの皆様の強い思いが政府国会に届けられるように引き続き全力で取り組ませていただきます。本日予算委員会が開かれるため出席できませんが、ご参集の皆様のますますのご発展とご健勝ご記念申し上げ激励のメッセージとさせていただきますということでした。大阪さん、ありがとうございました。